イテム番号 SCP-4611 クマト8アノマリークラスケテル特別収容プロトコル健康的な集団を持続するのに十分な SCP-4611 のコロニーがサイト72の外部野生動物生息地に維持されます。鎮静剤が効果をなさないため野生の SCP-4611 一実例は人道的捕獲法を用いて捕獲されサイト72に移送されます。インシデント461102の後防空砲床が外部野生動物生息地の境界線周囲に設置されました。説明 SCP-4611 は外見と行動がエイピス・メリヘラ西洋ミツバチに特に類似する昆虫の一種です。SCP-4611-1 に指定された SCP-4611 のコロニーはウルサス・アルクトス・ヒグマの外見と行動を保ち活気あるミツバチの群れを構成します。 SCP-4611-1 の肌、筋系、骨格及び内臓は完全に蜜蝋で作られており内部は非常性のミツバチの巣として構成されています。毛皮、爪、目及び他の外見的特徴はそれらに相当する非常性のものと一致します。過密を探すため毛皮の下から現れる前に適した場所へ移動する際に SCP-4611-1 内部で群れが典型的には何もしようとしないことを除き SCP-4611 は他の種のミツバチとほぼ同等に振る舞います。 SCP-4611-1 の肌の層は蜜蝋としては異常に強固であり移動している間の構造的完全性の維持を可能としており加えてコロニーに防御層を提供しています。そのため SCP-4611-1 が内部に貯められた蜜を取ろうと試みる非常性のクマや他の略奪者と積極的に戦う姿が観察されています。 SCP-4611 自体の自然防御能1と結びつくとコロニーは典型的にそのような防御に成功します。SCP-4611 の一つのコロニーの女王蜂は属している SCP-4611-1 の実例に似ています。一度完全に発達すると女王蜂はロイヤルゼリーを食すのを止め代わりにコロニーで生まれる蜂を消費します。 SCP-4611-1 実例が女王蜂の死に際して不活性になるという事実のため女王蜂が群れの活動の原因であると推測されています。このことは先に SCP-4611-1 を破壊しないと女王蜂を発見して取り除くことができないため確かめられていません。インシデント461101野生の SCP-4611-1 実例の回収とサイト72の生息地への導入の後新たな実例が即座に元より存在している実例に対し敵対的になりました。これは最終的に元より存在している実例が破壊され女王蜂が新たに導入された実例によって遜色されるという暴力的な対立となりました。この実例はその後無力化された群れのロウと蜂を消費し自身の質量を急速に増加させました。破壊された群れのうち生存した SCP-4611 個体は新たなコロニーに吸収されコロニーは当報告書執筆時点で体長 4.2m 高さ 2.5m となっています。実例間でのさらなる攻撃的な行動は観察されていません。インシデント4611022019年11月4日 SCP-4611-2 に指定された体長およそ2メートルの西洋ミツバチに似る一体の実体がサイト -72 の外部野生動物生息地に侵入しインシデント461101に関与した SCP-4611-1 実例に攻撃しました。 SCP-4611-2 は針を用いて巨大な穴を開けそれから SCP-4611-1 の背後に乗りかかりました。ヒグマに似る体長およそ5センチメートルの大量の小さな実体 SCP-4611-3-2 指定が腹部から出現しました。 SCP-4611-3 実例は針によって生じた傷に群れ約30秒後に離れコロニーの女王蜂を引きずり出してその SCP-4611-1 を無力化しました。 SCP-4611-3 実例はSCP-4611-2 の腹部へと女王蜂を引き入れ、該当エリアから連れ去りました。
SCP-4611-2 によって破壊されるまで、監視用ドローンがおよそ 1km 後を追いました。SCP-4611-2 の起源、性質、現在の居場所は調査中です。